新しい道が不便な道っていうのはおかしいでしょうバランスが悪いという理由で工事が中断している指導があるそんな噂を聞きつけ不満取材班が向かったのは神戸市東名田区どうバランスが悪いのかというとこちらの道路現在工事中ですが上から見ると歩道が車道の倍近い広さがあることが分かります歩道で幅は最大8メートル一方車道は幅5メートルしかなく確かにアンバランスです 25年前から沿道で中国料理店を営む上村さんは来店客に迷惑がかかることを懸念しています前だったら広いから何もあのクラクションも鳴らさずに通っていく車が多かったけどこれだったらすれ違いにくいからクラクションを鳴らされると思うんです客の安全のためにも上村さんら沿道の住民は車道の幅を6メートルに広げられないかと神戸市に訴えています